ダッキとリョフ、凶悪かつ強力な二人が率いる大軍が孫権の城を覆い潰そうとしていた。城を守るは宗仁と周泰、鉄壁の守り手と言ってもよい二人だったが、いかんせん飛賀の兵力に差がありすぎる。孫権の援軍が到着するまで彼らは城を守れるのか。魏と呉を代表する刀匠の戦いが今始まる。ダッキと呂布の目当ては腕輪か。ここを突破されては他の皆にまで危険が及ぶ。貨幣だが何とかせねば。いずれ孫権様が来る。それまで耐えるぞ。ああ、この宗主公、防衛戦には自信がある。我が身を盾とし何としても守り抜かん。率いる大軍が迫っている。だこの城は宗主公が必ずや死守せん。孫権様の運命が来るのを守り抜く。まずは城周辺の敵を倒せ。その後隙を見て行ってってる。俺に勝てると思ってんのか。連盟、正体不明の若武者が出現。一人で呂布軍と戦っている模様です。なんと、すぐに合流しよう。敵の敵は味方。今は少しでも戦力が欲しい。ナマサ、スレサンタ。一人突っ込むバカな仲間。あいつのことを思い出してしまう。押し通る。ここは一体どこなんだよ。日の本の城のような気もするけど。それ打ち取ったで勝ったと思うなよ。頼もしきことよ。自分も負けてはおれん。すごい剣。あとは仲間に任せよう。この世界に迷い込んだばかりの様子。行くぞ。余計な世話かもしれぬ。手を貸そう。地球立ちですか。ありがとうございます。俺は豊久、島津豊久です。気づけば知らない場所にいて襲われてめちゃくちゃ困ってたんです。さあ、キレろ。むやみに戦った挙句助けを求めると、ダメだ、ダメすぎる。そう言うなよ直政。俺は好敵手のお前に会えて嬉しすぎる。すごいな直政、これも負けられない。相手が悪すぎたか。助かりました。あの、どの城を奴らから守ってるんですか。よければ手を貸してもらえぬか。はい、喜んで協力します。島津は受けた恩は必ず返す。連盟、西から敵の増援が接近中。まだ敵が来るのかよ。もう無理だ、絶対勝てる。敵の増援を許せば我が軍は窮地に立たされる。増援が来る前に西の砦を制圧せん。スリーサン。
て見事な剣さばきだ。俺、あんたみたいに強くなりたい。さあ、キロ。そのような目で見られたのは初めてだ。こんなつまらん戦付き合いきれん。俺がさっさと終わらせてやる。あいつすごそうだ。言っておいたら城が危ない。俺が食い止める。一生切ってあげたよ。よくやった。つばめ返し。いい度胸だ。一緒に敵を切りまくる。はぁ、かわいそうだ。綺麗に眠って。俺の腕見せてやる。かわいそうだ。なかなかやるな。貴様の顔覚えておいてやろう。父上、張り合うなんて敵も侮れない。やはや随分やるものですが、私たちも気を引き締めねば。キロ。先を越されてしまったか。敵将撃ち取った。すごいな直政、俺も負けられない。まい、宗神殿は戦上手なんですね。その采配、俺憧れます。身に余る言葉だ。殿下殿こそ鬼のごとき武勇や。天下無双で俺の好敵手だ。さあ、キロ。進化が問われるは今ぞ。
キラを負けん、つまめ返し。ナオマト、水産援軍とは願ってもない。勝つぞ。ここから巻き返しましょうぞ。押し通る。奥義。押し通る。ここが踏ん張りどころだぞ。ひたすら耐えて好機を待つのだ。その志に感謝する。俺ごと噛み砕いてくれよ。遅い。ここぞ。さあ、キロ。かわいそうだ。綺麗に眠って。押し通る。はあ、城はひとまず守れましたね。ナオマト、ただ押されている。このままでは時期に突破されよう。敵さん案外しぶとい。でもこれで終わりかなね、陣球さん。さよう。砲術の準備ができましたぞ。いざいざ追い打ちをかけん。でも砲術を放っておいたらヤバいぞ。早く止めに行かないと。でもここを動けば城の守りが手薄に。ダメだ、八方塞がりだ。俺が砲術を止めてくる。島津は最後まで諦めない。さあ、キロ。豊久殿を死なせてはならん。誰か援護を頼む。あの若武者、一人で敵陣に。俺たちももっと頑張らねえと。必ず城を死守する。敵陣へ向けて攻撃を開始する。みんな私に続け。さあ相手になるぞ。このままではまずいか。敵に会った時覚悟しろよ。よし、片っぽは止めた。あと一つだ。なんて元だ。こっちも熱くなってくるぜ。ナオマト、みんなよく持ちこたえてくれた。これよりは我らが共に戦おう。勝つぞ、一緒にな。はい、待って。おお、孫権殿。
これで流れも変わるだろう。オーギー、皆のおかげで守りきれた。オスタール、もう孫健さんたち来ちゃったの。オーギー、城を落とすのに時間かかりすぎ。もう力押しするしかないか。オスタール、じゃあみんな攻めちゃって。オーギー、あんたも強そうだな。一緒に戦えるなんて燃えてくれ。なかなか熱いやつだな。さあ切ろう。俺もお前と共闘できて嬉しく思う。義の重鎮たる宗神殿と靴輪を並べようとはな。だがこれほど頼れる味方はおらん。それはこちらとて同じこと。孫武の刀匠の力、まことに心強い。よし、これで砲撃は止まったぞ。貴様の相手、鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。シュータン、よくぞ城を守り抜いてくれた。俺の働きなど皆の御子なです。ナオマサ、水産、このままではまずいか。限界か。メッセ行くぞ。加減はせぬぞ。メッセ、加減はせぬぞ。ここぞ。おそ。ここぞ。予想以上の腕よ。よくやった。ナオマサ、水産、はっ、はっ、助かったぜ。マイ、なんだか疲れちゃった。バイバイ。今度はもっと楽しいことしましょう。宗神殿、持ちこたえてくれて感謝する。さすがは葬儀の盾たる将よ。いや、この勝利は豊久殿の活躍によるもの。称賛の言葉はこの若き優勝に。俺だけじゃなくてみんなが諦めなかったから。
だから勝ったんです。改めて礼を言わせてくれ、豊久殿。貴公の諦めない心に皆励まされた。この勝利の一番の立役者は貴公だ。素晴らしい猛将だ。そんな褒めすぎです。俺は俺なりの戦をしただけですから。何があっても諦めない島津の戦を。自分も周太殿も大切なもののためならば諦めない心を持っている。我らは似た者同士なのかもしれぬな。豊久殿に頼みがある。我らはこの異界で先ほどのような強敵と日夜戦っている。貴公のような猛者が仲間になってくれると嬉しいのだが、今後も力を貸してくれぬか。はい、俺でよければ喜んで。さっき助けてもらった恩もありますし、俺、鬼島津の名をこの異界にも轟かせたいんです。全力で頑張りますからよろしくお願いします。よろしく頼む。俺はもっと強くなる。最善の結果だな。チカはいいな。かっこいいし輝いてるし派手だ。己の地味さを嘆いているのか、カント。いきなりそうはっきり言わんでくれ。地味、そうだよな。俺は地味だよな。地味は個性だ。お前はその地味さで輝いている。それにお前には信じてくれる大切な仲間がいる。受け入れてくれるかけがえのない場所がある。世にこの二つを得られずにいる者は多い。それを二つ持ちながらこれ以上何を望む。大切な仲間だから影薄くて忘れられたくないんだよ。かけがえのない場所だから派手に役立ちたいんだろうが。上等、その息だ、関東。
こうして貴公と同じ陣で戦うことになろうとはな。うん、これぞまさに五越同州といった趣だな。いや、この場合は魏と呉、そして蜀の三国同州か。うん、孫子の一節であったか。時に呂蒙殿はかつて武辺の都であったと聞く。それが格も文物にも精通されたのは何故か。なーに、簡単な話よ。我が殿孫権殿にそう勧められたからに過ぎん。実際学んでみれば得るものが大きかった。あの殿の言葉がなければ俺は今でも五家の天王、つまりは荒くれるだけのアホであったろう。うん、君臣の交わりの親しきことと深きこと、我ら葬儀に勝るとも劣らぬか。どこもそうであろう。特に劉備のところなどはくどいほどではないのか。そうやもしれん。おお、宗尽殿もこのような冗談で笑うのだな。もっと堅物かと思っていたが。どうも皆そう思っているようだ。だが自分の昔は、いや、語るようなことではあるまい。なんと、自分の話はもったいぶるか。まあいい、いずれ宗尽殿の話も聞かせてもらおう。俺が天下無双か。当然だな。天下無双の剣豪は僕でいいよね。綺麗にいけたね。あー、かわいそうな人でいっぱいだ。
僕がきれいに終わらせてあげなきゃ。きれいにいけたね。かわいそうな人でいっぱいだ。僕がきれいに終わらせてあげなきゃ。俺曰く、我天下三王旗は勝つってね。兵は軌道なりってね。さあ出陣。私こそ真の三国無双ということでしょう。想定通りとはいえ喜ばしいことです。必勝の策描いてみせましょう。俺曰く、我天下無双の軍師なり。僕が強いのは当然。でも、もっと、気分がいいな。あんた、あれ、全然犬っぽくないな。小僧、そこに直れ。若輩の身で私を犬呼ばわりとは断じて許すまじ。なあ、待ってくださいって。話を聞いてもらえると。俺こんな感じだからいつも子犬ってバカにされてたんです。だからてっきり仲間がいるのかと。私が諸葛一族で犬と呼ばれていると聞いたのか。はい、それが同じ犬って呼ばれててもこんなかっこいい大人がいて驚いてます。むしろキリッとして隙がない感じで。なるほどな。豊久殿に暴言の意図がなかったことは認めよう。だが何ですか。そう期待に満ちた目で見るな。一つ忠告しておこう。犬は忠義あるものの意、それを忘れず今後も励め。はい、ありがとうございます。やっぱりかっこいい大人だな。とんだ子犬に懐かれたようだ。